皆さんこんにちは、しょうまにです。今回紹介するトミカはナンバー37番イスズエルフです。スケール67分の1で、アクションとギミックはスーパースピードになります。で、こちらは日本語で書かれています。で、こちらにはイスズエルフバキュームカーと書かれています。英語ではバキュームカーの部分が書かれてないですね。で、国産ですね。日本製になります。で、上には色指定マークが書かれています。緑と白の2色になります。で、こちらが中身になります。貴重なので手袋着用での紹介になります。ホースが外れちゃいました。メイドインジャパン日本製になります。で、トミカという文字も書かれていますね。で、ナンバーは35、36、37と書かれています。で、スケールは67分の1で、イスズエルフと英語で書かれています。ホースが外れちゃった。で、前はこんな感じになっています。右側にはエルフと英語で書かれています。
後ろはこんな感じです。で、アクションとギミックはスーパースピードになります。で、走りはこんな感じです。以上で紹介を終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは失礼します。さよなら。